おはこんばんちは闇の向こう側です。ムッチムチのボヨヨンにプリンプリン、ナイスショットの代わりに思わず出ちゃうナイスバーディ。どうしてなのかは分かりませんが、オリンピックでは全く振るいませんでした韓国女子ゴルファー勢が、ミニスカボディコン着せれば金メダル。本日は真夏のスペシャル企画、大盤振る舞いでスタイル、ルックス、そして露出度の激しい韓国女子ゴルファー特集、お届けいたします。もはやゴルフの舞台は将来の芸能活動への踏み台に。一時停止しながらごゆっくりご鑑賞くださいね。セクシーすぎる韓国女子プロゴルファー6選。1、アンソヒョン。さあ、トップバッターはこの方。韓国ゴルフ界きってのビジュアルクイーンと呼ばれるアンソヒョン。あどけない童顔なのに体はムチムチのグラマラスなことから、ベーグル女子のニックネームで韓国内では絶大の人気です。身長167センチ、完璧な八頭身にすらりと伸びた長い手足、見事なスタイルにこの超絶ミニスカ、ノーサツトップス。うわ、もうギリギリのラインですね。そらおじさんたちはゴルフそっちのけーとなりますわな。18歳でプロデビューしましたが、ビジュアルばかりが注目され、肝心のゴルフは波乱万丈の日々。でもいいんです、ゴルフの成績なんかどうだって。モデル、果ては女優への転身ができれば彼女の人生大成功ですからね。2、パク・キョル。先日行われた韓国女子プロゴルフツアー KLPGA では、しゃがみ込んで18番ホールのグリーンを鷹のように鋭い目で見つめ、かと思えば明るく微笑みカメラ目線で移動。あー、たまらない、たらありゃしない。韓国プロゴルフ協会の広報モデルを5年連続で務めた正統派美女、パク・キョル選手です。韓国で最も美しい女優キム・テヒに似てると言われ、韓国プロゴルフ協会では絶世の美女ゴルファーと称えられてきた彼女。あれ？で、その KLPGA の成績は？で？すいません、結果はよくわかりません。とにかく彼女が参加さえすればギャラリーも一気に満員に、モンスターもウハウハ。誰も成績のことなんて言わない言わない。3、パク・ヒョンギョン。プロゴルファーだった父親の影響で幼い頃からゴルフを始めたパク・ヒョンギョン。ジュニア時代にはメキメキと実力を伸ばし、韓国代表にも選ばれました。2020年無観客で開催された KLPGA チャンピオンシップでは、若干20歳で見事優勝を手にします。おー、やっと現れたか。ゴルフの実力も兼ね備えた選手。今韓国女子ゴルフ界で最も勢いのある若手選手。冷静沈着な精神力に正確なショット、楽しみですね。その実力と美貌で韓国女子ゴルフ界を背負って立つ日はそう遠くないかも。4、ユ・ヒョンジュ。お次は凄まじいボディとまで言われたユ・ヒョンジュ。172センチの身長にボディを強調するためのノーサツポーズ。彼女の周りには常に大勢のカメラマンが競い合ってセクシーショットを狙っています。今期の韓国女子ツアーではシード権の喪失で思わぬ屈辱を味わった彼女。でもでも本業の成績なんぞなんのその、今日も昨日も接待にインスタにと大忙し。次のステージへの準備は万全のようですな。5、アン・シネ。そして元祖露出クイーン、おっといけない、元祖セクシークイーンのアン・シネ姉さん。 G カップの豊満なボディにピタピタタイトなウェアは彼女のトレードマークにもなりましたね。体も顔もサイボーグのように完璧なまでの人工美。現在はゴルフよりも充実のプライベートライフをインスタで披露する方がメインとなってしまい、いやはやゴルフはどこへやら。最後の公式戦出場からすでに1年半以上、現役続行を不安視する情報もあちこちで見られていますが、そこはやはり姉さん、元祖の名にふさわしく、ゴルフ以外の収入源をきちんと抑えての準備期間なのかもしれません。もうすぐおめでた情報なんかが聞こえてくるかも、楽しみだ。6、ユン・チェヨン。そして最後は元祖韓国美女ゴルファーとも言われるユン・チェヨン。やはり身長172センチの八頭身、
モデル顔負けのスタイル抜群プレイヤーはいつだってパンチラ狙いのメディアに追いかけ回されていますよね。ミニスカ女子ゴルファーってわざとパンチラ見せてくれているんだよね。テレビに釘付けになっているお父さんたち、なるほど、そういうことなんですね。そうかそうか、そういうことだったのかと今更ながらも納得です。極限露出の真相は？それにしても韓国女子プロゴルフ業界、なぜここまで競い合うかのように露出が激しくなってしまったのでしょうね。まずはやはり露出をすればするほどメディアの注目が集まり、その経済効果はもはやゴルフでの賞金など問題にならないほどうなぎ登りに。彼女たちが着こなすゴルフウェアはすぐに完売となります。2010年に1500億円だったウェアの売上高はミニスカ効果で2015年は3000億円までに。そりゃスポンサーだってチヤホヤしますよね。近年も露出はさらに激しくなり、マイクロミニ、超絶ミニスカとやらまでが登場。そんな上品な業界に釘を刺したアメリカゴルフ協会、なんとミニスカの長さを規制して事実上のミニスカ禁止令を出すまでに。これには韓国女子プロゴルフ業界も渋ったようですが、しかし過激さが激しすぎてゴルフの世界がエロスの世界と変わってしまうのはやはり本末転倒。それでも韓国ではゴルフの実力が伴わないからこそのルックス作戦で、モデル、女優への転身を目論む若手ゴルファーが続々登場。スポンサー獲得に生き残りをかけたベテランゴルファーたちは必死のアピールで露出を競い合い、接待にパーティーにと駆り出され、ゴルフ以外の分かりやすい業界で活躍すればいいのにと思ってしまいます。まあこれもお隣のいろいろな事情があってのことなのでしょう。韓国女子プロゴルファーの露出ショット、あなたはどう思われましたでしょうか。え？アメリカのゴルフ業界余計なことすんなよですって？いやいや、これで安心してゴルフのプレーに集中できる？皆様のご意見をコメントまでお寄せください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ほな、さいなら。